これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ。過去はバラバラにしてやっても石の下からミミズのように這い出てくる。驚いたぞ、反逆者の心当たりが全くないわけだ。いつの間にここへ。俺のことや、数年前海にばらまいてやったはずのお前がどうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なのはポルナレフ、お前がブチャラティどもに何を伝えようとしているのかってことだ。その階段に足をかけるんじゃねえ。俺は上、貴様は下だ。なぜ自分で戦わない、ポルナレフ。精神力が衰えたからか、それとも再起不能だからか。その矢は何に使う。こんなバカな、下にいたのは確かに小僧だった。ディアボロ、いつの間にこんな近くに。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいればその矢を何に使おうともう何も問題はない。そこだ、シルバーチャリオット。衰えてはいない。